こんにちは、ゆたかさん、はい、記事を読みました。何でスポーツ報知の、まあ、ゆたかさんが、まあ、ヘルナンデス、はいはい、非常にいい外国人選手ということで評価されていたんですけれども、はい、今年あの交流戦から、まあ、小友選手がね、あの帰国したっていうこともあって、そこから見つけて交流戦からの合流になってからもうすぐにでしたね、活躍は。まあ、そうだな、うん、まあ、一番感じるのはさ、やっぱ性格だな。性格、やっぱ日本に対してこうリスペクトしてるというかさ、はい、なんかこう馴染もうとしてるというか、うんうん、でオドワって最初から、はい、まあ、キャンプの時から来て別に喋る相手もいないしさ、通訳返してものを言って、うんうん、まあそのヘルナンデスもそうなんだけど、はい、大きな違いはさ、無駄な時間がなかったということだよね。ヘルナンデスはオドワはさ、まあ、キャンプの時に何のプレッシャーもない練習をして調整をしながら、はい、うん、考える時間があまりにも多すぎたと思うんだよね。うん、まあ、それと、まあ、性格的なもので、はい、まあ、日本に合わなかったっていうこともまあ最大の理由だとしても、はい、ヘルナンデスは来てもういきなり試合だったしさ、そうでしたね、もうやっぱりやらなきゃいけない状況に追い込まれてるし、はい、そんな人と悠長に喋ってる時間もないもう結果を出していくしかない、はい、まあ、そこに集中できたっていうことがまず1点良かったことかなっていうような感じがするよね。なるほど、だから途中加入でもう即試合だったのでそれが良かったんじゃないかと。なんかこう言われ方もさ、うん、まあ、例えばその日本の野球はどうのこうのとかさ、うん、ミーティングごちゃごちゃされてさ、はい、キャンプの時にでも日本の野球ってこうやって、このピッチャーはここって言われる間もなく、はい、もうすぐ試合だったし。そうですよ ね、うん、ね、だからもうそんなことよりもやっぱこうすんなり入っていけたっていうのがさ、うん、まあ、一番大きかったのかなっていうような感じがするよね、うん、だからといってキャンプだとか、はい、そういうのが外国人にとって無駄かというと、うん、だから性格的なものでさ、はい、まあ、ヘルナンデスは最初からいても大丈夫だったと思うんだけども、うん、オドーアがね、はい、ああいうふうに帰っちゃうっていうことを考えると、うん、そういう逆に無駄な時間っていうかさ、はい、ストレスのかかる時間をオドーアは過ごしたのかなっていうような感じがするよね。なるほどね、あとは外国人選手というとやっぱりこう日本人のその変化球だったりとか、どうしてもボール球を振りに行っちゃったり追いかけに行っちゃったりとかってありますけど、その点ヘルナンデス選手ってどうなんですか。もう力みがないからな。力みがない、うんうん、やっぱもう常に平常心で立ってるというかさ、はい、それはまあ気持ちもあるよ。あの人なんか見てるとハートマン感じる、うん、まあ、バッターだけに、はい、その心は燃えて、うん、でも態度には出さずみたいな、うんうん、だから非常に冷静に見えるよね。まあ、それとみんなその力んでうわーって振るんだけども、はい、あの選手はなんかこう力みというより早く振ろうとしてるよね。早く振ろうとしてる、うん、だ力強くというよりも当たるまでを早く振ろうという、うん、そういうバッティングに終始してるというかさ、はい、まあ、そうなってくると力みもなくなるし、うん、まあ、非常にあのバランスよくバットが振れるというね、うん、まあ、そういう利点もあるよね。ですね、いやなかなか、まあ、シーズン途中もそうですし、外国人選手の1年目で今、まあ、打率3割3分3厘ですけど、ここまで結果出してる選手って近年本当に稀かなと思うんですけど、まあ、そうだよね。それと、まあ、最初からパンパンと打てた、いいスタートを切れた、うんうん、で普通オープン戦とか、まあ、キャンプの時も視察に来て、まあ、オープン戦はずっと徹底マークされて、はい、で まあ、あそこが弱い、あそこが強いとか、うん、いう間に打っちゃったよね、うん、良かったのか、うん、相手チーム、だから相手が欠点を知る前にパンポンと仕上げちゃったから、はい、あれちょっと怖いぞみたいな、うんうんうん、になったのも大きいよね。そうか、こっちもデータがない代わりに向こうもデータがなかったと、うん、じゃあ超過半過と、はい、どっちにいいものが出るんだと、うん、ヘルナンデスが出ちゃったからさ、そうですね、だから後追いになっちゃうよね。でもこれも交流戦からですけれども、例えば1周したりとか2周してきたりするとやっぱりマークはされるってことですか。いやもちろんだって巨人を今そのおとなしくさせるのは、うん、ヘルナンデスを打たさないことだから、はい、だからそこら辺のマークは厳しいかもわからないけども、うん、マークしたってフォアボール取れるから、あの選手は。そっか、見極めることができる。そうそうそう、だからまあ厄介だよ。そうですね、あで走力もあるしさ、はい、非常に厄介な選手を取ってきたなっていうふうには思うけどね。もう豊さんもその記事の中では、あのソフトバンクの好調時のグラシアルみたいっていうふうにおっしゃってたんですけれども、まあ、突然言われたからね、うん、誰に言ってるって
ただグラシアルのいい時に似てる、まあ、似てるかなって、ホームランも打てたりだとか、うんうんうん、いろいろ勝負強さもあったりだとか、で、あのグラシアルって日本シリーズの時はバントやったけども大事な場面で、ね、でもヘルランデスもそういう時になったら、うん、バントのサインもしっかり出したら決めてくれると思う。そうですね、だからそういう面では献身的な精神的なものをこう見比べるとグラシアルと同じようなテンションで立ってるかなと、うんうんうん、打席にはね、そうですね、だから似てるのかなという感じがした。確かにタイプ的には同じグラシアルと一緒に戦ってたデスパイネタイプでは全くないですよね。違う違う違う、いやだからチームが勝つためには何をしなきゃいけないかっていうのを考えてくれる人だよね。いい選手取りましたよね。いや本当に、であのここ過去10年2014年から2023年に開幕以降に加入した来日1年目の外国人選手は34人いるんですけれども、はい、ヘルナンデス選手はあと4で100打席超えるんですが、打席数が100を超えたのは今まで16人しかいないと、はい、で中でも100打席以上で打率3割超えは2014年のデスパイネと、この3割1分1厘と同じその年ですね、DeNA のグリエルの3割5厘の2人だけというところ で、うん、でまた50打点以上も2014年 の、 あの西武のメヒアの73、うん、あとは2017年のボレーロオリックスの50の2人ということで、これあの3割超え50打点以上となれば2014年以降の途中加入の外国人野手ではこのヘルナンデスが初となる。もちろんその数字ももう見えているような形ですよね。まあ、そうだな、はい、だまあ打点はな前に人がいないと困るし、うん、はい、そういう面ではちょっと、あまあでも丸は状態がいいからな、まあでも2番だからな、そうですね、溜まってというよりもチャンスを広げるっていう感じだからな、うん、まあ、なかなか打点がついてくるかどうかは分からないけども、はい、まあまあ本当にあの巨人がこの選手がいなかったらってゾッとするような感じだよね。今一番数字持ってる選手といっても過言ではない、まあ、そうだな、丸とそうだな、はい、うん、それはやっぱり丸が1番2番ヘルナンデス、これは嫌だよ、はい、嫌なバッターだよね。ですよね、いや本当にヘルナンデス選手がいなかったら巨人打線どうなってたんだろうっていうぐらい交流戦で本当にヘルナンデス、またやっぱり右っていうのが大きいな、バランス的にな、左が多いだけに、左が多いだけに、はい、その右を持ってきてくれて、うん、なおかつこうやって打ってくれると、はい、本当に戦力になってる感じがするよね。あの右の打てる外野手がそもそも欲しかったっていう、まあ、そうだね、はい、これがまあ右を打てて左が打てない左バッターだったら、うん、またギャーが言うしなそうですね、左またギャーとこのこのとかさ、まあ、なんか言われるけども、うん、まあ、右でしっかり両方とも打ってくれるからね、うん、いやだから本当に一番頼りになるんじゃない、うん、今のところは、うん、いやそうですよね、いや本当にね、うん、だからそのぐらいの存在感になってきたし、まあ、そうなってくるとやっぱチームメイトもね、うん、いろいろこう絡みが出てくるだろうしな、はい、チーム内の中でもいい影響が出てると思うし、うん、まあ、その影響っていうのは本人が一番気持ちを楽にできる、うん、まあ、要素でもあるから、そうですね、だから良かったなというふうには思うけどね。ただここからまあ2巡3巡っていう風にしていったりとか、あと来シーズン以降もヘルナンデス選手が活躍するためには何か注意した方がいい点とかっていうのはあるんですか？いやまあもう弱点をね、うん、徹底しておそらく攻めてこられるだろうし、うん、波があるからバッティングの、いやだからまあ焦らないことだよね、うんうん、なんかデータによるとその内角の低めがちょっと弱いとか、うん、なんかまあポツポツ強いやつはいないよ内角低めはそれそうですね、でましてやね、そこに3つ投げられるやつはいないよ、あピッチャーでね、うん、もうそんなこと考えなくて、うんうん、待っときゃ来るよボールは、あーそうですね、あだからまあそのぐらいの気持ちでね、うん、まあ、やることの方が俺は大事だと思うし、うん、でいきなり来てやれたという自信を持った方がいいな、はい、うん、だから疑うんじゃなくて自分を、うん、いやこれ大丈夫かなみたいな、うん、疑うんじゃなくてそういうできたという自信を持った方がいいかなっていうふうには思うね、はい、持ち続けた方がね、そうですよね、うん、ね、巨人は本当にそのヘルナンデス選手の活躍と加入によって、ね、打線が折っていったね、あの時期というか、まあ、そうだな、う打線が、まあ、ある程度切れなくなったというか ね、 うね、相手から見ると非常に怖い打線になってきたっていうのはヘルナンデスがね、やっぱそこで打ってくれてるからですよ、ね、うん、逆にこのヘルナンデス選手が止まってしまうと
巨人の打線の例えばつながりだったりとかそういうのはちょっと怖いですよね。それは怖いよね。だからあとはやっぱこう坂本がね、はい、しっかりした状態でいてくれるとか、うん、まあいろんな条件はあるにしても、うん、まあいてくれて本当に良かったなと思うしな。本当そうですよね。ねいい選手をスカウトの方が見つけて取ってきてくれて良かったですし、もうすっかりねあのファンの方にもエリエリって言ってあのエリの愛称でもしたあね呼ばれてるので。まあ、人も良さそうだしな。人懐っこそうですよね。なんかこうあんまり目立たないしな。でも。だから非常に打つし、はい、あのこの前誰の当たりだったかな、二塁打かなんかで一塁からチョークホームインした場面なんかもやっぱ走力感じるしな。早いですね、うん、だから打っても走れない選手だとかいろいろあるけども非常にいいバランスを持ったね、うんまあ、選手を連れてきたんだなっていうふうに思う。そうですよね。いや本当近年あのなかなか、ね、外国人選手がこうハマってくれないっていう風なチームもあったりする中で本当にこの、ね、ヘルナンデス選手 いい選手でもういち早く日本の野球に馴染んだのかなというか慣れたのかなって、ね、まあ、野球は野球だからなまあどこ行ってもだから、うん、なんでまあすんなりこう入れたっていうのも良かったしな。そうですよね。でデータを取られるのに、うんあの交流戦から入ったっていうのも良かったな。パリーグから始まったっていうのがね、またそうですよね。だってドイツリーグで同じキャッチャーがね、うん、こう見てると弱点っていうのはすぐ見つけると思うんだけど、うん、やっぱパリーグから始まったっていうのも良かったよな。なんかあんまり関係ないもんな、ヘルナンデスが打とうか。いやそうなんです。もうどうせ当たんないよって思ってれば。そうですよね。それはやっぱり同じセリーグから始まった神経質に、うん、打たれていいところは打たれていいから、うん、ちょっと試してみとか、うんうんうん、いろんなことはあったと思うけど、うんうん、その試しもないまま、はい、なあ打っちゃったからさ。でそこでね自分が乗っていければリーグ戦再開してもそのまま調子でね、まあ、そうだないけるっていうのありますか。なんか月とか運っていうのもあるのかもしれないですね、まあ、タイミングとかな。うんでもまあよかった、期待するよ。そうですね、期待したい。いや本当にね、ですね、はい、はい。